先輩、お疲れ様です。これからお昼ですか？じゃあ僕もご一緒していいですか？やった。お腹めっちゃ空きました。もう1時間前からお昼ご飯のことしか考えてなくて。あと先輩のこと。で、なんなんすか。本当のことなんですもん。あれ、先輩、顔赤くないすか？どうしたんすか？恥ずかしがってるんすね。先輩意外と可愛いっすね。意外とは余計って。すいませんすいません。いやでもいつも先輩クールでできる女って感じなんで、うろたえるとかなんかすごく意外で可愛いなって思いましたよ。の先輩、待ってくださいよ。追いついた。先輩足早すぎ。てか逃げないでくださいよ。寂しかったんすよ。謝らなくていいんだよ。先輩何食べるんすか？教えてください。定食っすね。いいっすね。じゃ、俺もそれにしようっと。お、いや、先輩と一緒のやつ食べたいなって。いや、まあ確かに、冷定食なんていっぱい食べてるやついますけど、なんというか、先輩と一緒っていうのが、いいっすよ。あれ、先輩、俺の分も払ってくれたんすか？ああ、もういいのに。今は後輩としか見てもらえないのか。なんとかしないとな。え？いや、なんでもないっすよ。あそこ座りましょう。ごちそうさま。先輩とお昼ご飯一緒に食べられるの、ほんと嬉しいっす。午後からも、頑張れそう。大げさ。そんなことないっすよ。まあ、夜も先輩と、ご飯一緒に食べれるなら、もっと頑張れるかな。え、今日空いてんすか？じゃあ、僕とご飯行ってくんないすか？行きましょうよ。ほっかーすか？いや、先輩に相談したいことがあるんで、僕と先輩の二人で夜ご飯がいいなって思うんすけど。ありがとうございます。嬉しいっす。うん、本当に嬉しい。じゃあ、18時に正面の入り口で待ち合わせしましょう。いや、待ち合わせしていた方が、なんか、いいかな、的な。っていうか、
待ち合わせしたらカップルみたいだなって。もう先輩すぐ叩く。あれ先輩、また顔真っ赤っすよ。なあ、もう戻るんすか？ちょっと待ってくださいよ。